い、皆さんこんにちは、ワーナル LPG です。では今回は提督の下山2、続きをプレイしていきたいと思います。コメントだったかな、ツイッターだったか、出だしちょっと暗いですよ。ああいうご指摘いただいたので、ちょっとテンション高めにねやっていきたいなと思うんですけど、まあ、すぐにいつものテンションに落ちていくと思うんですけど、まあ、そこはねご容赦いただきたいなというふうに思います。では早速続きになるんですけども、まあ、前回ですねポートモレスビー、これの攻略戦を始めました。まあ、上枠が敵の海兵隊陸軍に攻め込まれるという事態が起きたので、まあ、慌ててというか急いでポートモレスビーにね攻撃を仕掛けていったんですが、結果空母飛龍を喪失するという大損害を受けてしまったので、このポートモレスビー攻略のグランドデザインをね少しまあ検討し直す必要があるということで、まあ戦艦ヤマトをね導入していく作戦に切り替えました。でヤマトは今ですねトラックから出港してもうすぐ上枠に到着するという状態です。このままラバール方面に向かってもらって、ヤマトが到着したらですね、空母加賀、それに南雲さんの昇格随格三空母、これを使ってポートモレスビーの攻略を行っていきたいと思っています。厚戸方面なんですが、ここにですね味方の艦隊の入れ替わりのタイミングを突かれたんですかね、敵基地に敵の陸上部隊が入ってしまったので少し時間がかかりそうです。厚戸攻略のためには、まあ、第7艦隊を貼り付けておきたいと思います。でハワイの方は変わらずですね、まあ、お金が少しない中ではあったんですけども、第3艦隊はですね今兵装を改造していて巡洋艦に駆逐艦4に対空レーダーをつけています。で残りの第6、第9、第11にもつけたかったんですけど、お金がなくてつけられません。なので第3艦隊がね対空レーダーを担ってもらう、まあ、そういう艦隊の位置づけにしていこうかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。ん？まだ進行したな。これは悪くないね。さあではですね早速攻略戦を開始していきましょう。第10艦隊はどういう被害状況だったかな、確認しましょう。第10艦隊、まあダメージは確かに出てますね。これだとこのまま作戦に参加というのは難しそうだな。第10艦隊は一度トラックに入れて山口多門さんの総流と同じく一度修復に入りましょう。まあ、艦艇をね無駄にしたくはないですからね。山口さんの艦隊はトラックに入りましたね。であればここで早速修復をしておきましょう。では少し戦力的には増えたような減ったような微妙な雰囲気ではありますけども、艦隊を出していきましょう。第4艦隊、これは昇格追加ですね。で第16、第8、この艦隊を少し出航させておきますか。次のターンで第8艦隊も次のターンで出航させていきましょう。雪風が甲板1削られてますけど、まあ、これはこのままもう出すしかないかな。いや艦隊の数が足りてないな。では移動メールペースですね。まず日本の呉の方を確認しておきたいと思います。ここにはですね艦隊第13、第14艦隊入っているので、これ補給してですね再び厚島に向かってもらいたいと思います。厚島があんまりよろしくない状況ですね。少なくても厚島に陸戦隊、敵の陸戦隊が入ったということは厚島付近までは敵はやってきていたということだと思うので、このまま厚島をね敵に渡したままでいると、あるいはダッチハーバー厚島を経由して札幌あたりにね攻撃を仕掛けられてしまうリスクがある
かなと思うので、まあ、そういう可能性をね積んでおくという意味でも、アッツとはやっぱり取っておきたいかなと思ってます。では第5艦隊総流の修復を行います。トラックはねこの太平洋で、まあ、唯一と言っていいドックのある重要拠点ですからね、7日間で総流が復帰できます。そしたら加賀と総流を一緒にしてまた2空母体制にしますか。まあ、そのためにはねこの戦いで当然敗れないことというのが大前提にはなってきますが、では艦隊出撃させましょう。第4艦隊第2艘3弾への乗船許可、これは許しましょう。天山の攻撃範囲に入るね、敵の航空機の範囲にも入ってしまうといえば入ってしまうな。空母はもうこれ以上絶対に失いたくないので、慎重な上にも慎重な行動をね心がけましょう。ヤマトは要はこのままオートモレスビーに向かってもらいます。ヤマトはねそう簡単には沈まないでしょう。沈んでもらっても困る。では井上さんの艦隊も進めていきます。まあ、井上さんの艦隊が今回は被害担当艦という感じになるのかな。ヤマト沈まない前提でね出してますので、ヤマトがね被害担当艦でももちろんいいんですけどね。第16艦隊は加賀です。これも出発します。空母はあまり焦って前に出してベニヤ板走行なんで、そこでね空母を失うと大損害ということにもなるので、そうならないようには気をつけます。第8艦隊物資が不足しているので補給の後出航しましょう。なので一旦遅れる形ですね。これが今回投入する全戦力になります。全部で6個艦隊、これを投入していきましょう。では時間を進めます。やっぱりだよ、札幌から敵艦隊発見の報告か。これだよな、恐れていたのはこのパターンがあるからね。アッツ島はどうしても確保しておきたかったですよね。さて困りましたね。呉から急いで札幌に艦隊を向かわしましょう。第13、第14艦隊が戻ってきてくれていたのは、まあ、ある意味では運が良かったかもしれないですね。札幌にまさかの敵艦隊来襲と。でもハワイの方はいつものように一旦ですね、索敵だけしておきます。第19艦隊っていう名前から見るとイギリスの艦隊の可能性が高そうですね。ハワイは残念ながら雨ですね、索敵できず。ではオートモレスビー攻略戦入ってきます。まず第15艦隊、ここはですね攻撃戦届かないと思いますので、空母から攻撃隊を出していきましょう。空撃です。オートモレスビー62機。ちょっと少ないな。いや、ここはちょっと我慢しよう。もう、下手にこちらから攻撃を仕掛けるのはやめておこう。第4艦隊から、攻撃に出します。まさかとは思うけど、敵の艦隊はいないよね。その確認はしておきましょう。ここに来て敵の艦隊出現とか、まあ、そういうことになるとね、まあそれこそまさに目も当てられないっていうね、そういう状況になりますからね。ではこれで戦闘フェーズに移ります。
さあ、札幌の防衛戦ですね。札幌には海軍は入っていませんので、陸軍が防衛を行っていきます。爆撃機20機。ケージョン1隻撃沈。輸送艦8隻か。これ陸戦隊乗ってると札幌危ないですね。次のターンで間違いなく呉に入っている艦隊を札幌に出しましょう。第16艦隊に敵艦隊か。見たくないなぁ。香川が中破。香川、撤退だな。いや、ポートモレスビー、ほんと硬いわ。ポートモレスビー、ほんとに硬い。14機密機関ですね。その割削ったのはこのデブだからな。ポートモレスビーの戦いっていうのは、ひたすらに際限なく消耗させられる戦いですね。まあ、ヤマトが敵の戦、敵の潜水艦カガ頼むぞ。ここでカガが撃沈された。空母カガ撃沈。いやー、カガを失いましたね。カガは一応日本の空母の中では一番艦載機の搭載数が多かった。まあ、少しね足は遅いものではあったんですけど、最大の艦載数を誇る加賀がここで敵潜水艦により撃沈されましたね。これでもう、まあ、いわゆるね一航艦第一航空艦隊と呼ばれていた南雲さんの艦隊の赤木、加賀、そしてヒル、実に4隻のうち3隻を喪失する形になってしまいました。さらに札幌にも攻撃を受ける。提督の下山通話簡単ではないですね。やっぱりでは呉の方から急いでですね艦隊を出して、これを札幌に向けていきます。東京に一度入ってもいいかもな。入れればですけど、ギリで入れない、ギリで入れないとなると先を急ぎましょう。東京を目指す理由というのは、東京には陸軍の師団が3個入ってます。なのでその3個の師団をね、1個でも2個でも札幌に入れておけば、札幌の防衛に今後役立つかなという意図で東京を目指したんですが、東京で一旦無駄にするぐらいだったら急いで札幌を目指した方がいいかなと思っています。まあ、ハワイの方はこのままですね。香川を失った第16艦隊だな。まあ、つまり小沢さんの艦隊ですね。この小沢さんの艦隊はもうこのまま突入だな。では第15艦隊以下全艦隊ポートモレスビーに突入させていきます。昇格随格のものなんですけども、もう少し前に進めておきたいというのもあるので、一旦ここで冷戦後新潟最新駅を直縁を出します。昇格から直縁ですね。これでなんとかしのぎます。ではこのまま進めていきます。続いて第8艦隊ですね。第8艦隊も出航してですね、ポートモレスビーの攻略に入ってもらいましょう。ポートモレスビーを取ったところで空母を2隻失ってるので、
まあ、その対価がこのポートモレスビーにあるかっていうとね、ここまで戦力を失うと、まあ、クエスチョンではあるんですけどね。お、徐々に日本軍が陸路でポートモレスビーに向かってますね。ただこれやっぱり空母飛龍加賀失いましたけど、ポートモレスビーに攻略を開始したということによってアメリカ軍これポートモレスビーに引き返してるんじゃないかなと思うので、そういう意味では上枠の防衛ができたと、そういう、まあ、戦略的な価値はあったのかなとは思いたいですよね。では急いでですね、札幌の方に艦隊を動かしていきましょう。敵の艦隊はいなくなってるようなので、おそらく帰ったんじゃないかなと思います。では戦闘命令フェーズですね。攻撃できる人から攻撃を仕掛けていきます。まずヤマトからですね、敵の陸上部隊をなぎ払いましょう。戦艦ヤマトによる一撃をポートモレスビーに浴びせかける。まあ、戦艦3、うちヤマト型1隻ですね。第15艦隊、ここは巡洋艦4、駆逐艦4、まあ、それなりに火力は出る井上さんの艦隊です。第16艦隊は今急ぎ急行中なので、このまま。第4艦隊からは、まあ、索敵を1回2回してからですね、航空隊を出していきます。この辺りに敵の潜水艦がいたので、まあ、それによって加賀が撃沈されているわけで、潜水艦を確認しておきたいんですが、潜水艦がわからない。まあ潜水艦が待ち受けるにはうってつけですよね。この海峡に潜ませておくという意味では、昇格随格の航空隊はすべて爆走に完走してあります。届くのかな、なんか届かないような気もするな、距離的に。天山は絶対届くと思うんですけどね。水星が距離的に届くかどうかはちょっと微妙ですね。さあ戦闘フェーズでーす。まずはヤマトがどれくらい火力を出してくれるかですね。敵は4個師団入ってるのを確認してるので、まあ、4個師団をなぎ払う、それにどれくらい時間がかかるかですね。第4艦隊に敵基地航空隊接近。数は13、爆撃機13ですね。違う、45だ。現在 OK だ。昇格が昇波中波してるけど、まあ、ここは撤退するわけにはいかない。井上さんの艦隊にもデッキ来襲。井上さんの艦隊は華麗にかわしてくれたんだな。では4個師団のなぎ払い戦ですね。井上さんの巡洋艦からです。中波中波中波で損害がこれだけか。マジか。ちょっとポートモレスビーの攻略考え直したくもなるな。第一艦隊、まあ、つまりヤマトですね。これがどれくらい削れるかですね。夕霧天霧が沈没、ヤマトが勝破、まあ、削ったは削ったけどね、ヤマトが勝破するぐらいの損害を受けるのか。札幌には敵艦隊まだいるのか。有利に戦いを進めていたはずなのに、いつの間にか形勢が逆転されてそうな、そんな様相ですね。このまま攻略戦進めていいものかどうか。札幌が占領された。いや、これなんだよね、圧倒さ。そのままにしていたまずい点がもろに出ましたね。恥辱。
札幌を失うとは。これ、アッツと攻略してる場合じゃなくなりましたね。輸送センターは全滅した。いつの間にか形勢が逆転している。そして、昇格随格の空母に敵潜水艦が接近。大丈夫なのか？危ない。いや、これ、昇格随格も、一旦、退避だな。ポートモレスビー攻略戦は中止しましょう。このポートモレスビー攻略戦を続けていても、悪いニュースを垂れ流すだけになりそうなので、まあ残念ですけどね。ポートモレスビーの攻略戦は中止しましょう。これ以上、ダメージを受けるわけにはいかない。いや、4個陸戦隊入られると、ちょっとしんどいですよね。いや、ここはちょっと皆さんの意見とかアドバイスとかを参考にさせていただきたいと思います。このまま、ポートモレスビーの攻略をご利用すのか、中止するのか。中止するなら、ガダルカナル島に転進するのか、ガダルカナル島の攻撃もやめて、とりあえず戦力を立て直すのか、いや、そうじゃなくて、西海岸を目指すのか、もちろん札幌も取り戻さなきゃいけないし、とうとう、いろいろあると思いますので、ちょっと今回は、意気消沈してしまいましたけども、ここで、終わりにしてですね、戦略を練り直して、皆さんからのアドバイス等々も参考にさせていただきたいというふうに思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。